皆さんもお聞き及びのことだと思われますが、4月14日昨日のですね朝9時18分急性呼吸不全で、三國連太郎こと佐藤正夫が他界しました。一昨日の夜までは元気に食事もとってたらしいんですが、一昨日の夜に少しちょっと嘔吐しまして、翌日朝食事をとっている最中にまた嘔吐し、血圧が上がって、そのまま帰らぬ人になったということです。僕自身は自宅にいたもんで新芽には会えなかった。その朝吐瀉物があってから、2時間ぐらいそれほど苦しむことなく他界できたという報告を受けております。私は死に目には会えませんでした。で正直、三國も90ですし、僕自身、いつかこういう知らせが来るであろうということは覚悟してたので、なんかちょっと不思議な感じを覚えたんですが、それから病院にすぐに向かって、10時過ぎぐらいかな、彼と対面することができました。こういう言い方をするのは大変妙な言い方かもしれないんですけど、ふっと親父の死に顔を見て悲しいなという思いはなかったです。この数年の中でなぜか一番凛とした顔に見えて、最近のこの 1,2 年の三國から見ると、なんか不思議な三國連太郎の威厳があって、なんか不思議な考えに、ただ涙は出ませんでした。最後に三國が言っていた、戒名もいらないで散骨して誰も知らせるな、三國連太郎のままで行くっていう、その、三國連太郎というのは俗名でもなければ俗称でもないわけですよね。実際俗名は佐藤正夫なわけで、でも三國連太郎として生きたかったっていう時に、本当あの人三國連太郎で生きたんだな、役者として生きたんだな、そこら辺、そしてそのそう生きるということの孤高さを自分の中でずっと守り続けながら芝居に関わってきた。それはなんとなくさっき言ったように親父の顔を死に顔を見たときに、そのことは本当に感じました。